子国交調整の重大使命を果たした安倍王政へ両代表委員ののどかなひとときであります。カメラはまず南京の帝国大使館に我が安倍全権大使を訪れました。条約の仮調印は終わったとはいえ、大使の身辺はまだいろいろと忙しい。そして仕事の合間に爽やかな秋空の下、庭の芝生に出て会員らと協議に打ち興じ、傍中感ある我が安倍大使の悠々たるひとときであります。国民政府行政院内、孫文の面影を日夜仰いで、正しい東亜の建設に我が国と協力、名実もない王政英氏も仮調印の重き責務を果たして安堵の色を浮かべながら、庶民義士を招いて政務に忙殺されています。やがて仕事から解放された王政英氏は庶民義士のカメラに収まりながら林伯生氏らと打ち連れ、庭のテーブルを囲んで団らんのひとときを過ごしました。